力には定評がある佐藤に対して久保、あとはコントロールという気持ちでマウンドに上がると話していました。久保、一旦首を横に振って空振りかなという話をしていましたね。試合時間がですね、はい、両投手とも、まあ、テンポの良さには定評があります。2回横に振った数円のワンからストレートを投げましたという予定だったそうです。しかししっかりとリハビリを続けた結果回復してこの実戦のマウンドに上がっています久保です。には3番の佐藤ノーツー怪我からの復活なるんでしょうか。ファールボールでしょうか。8回ワンアウトまで来ました。バッターは6番の細見初球から振っていった首を横に振って8球目